ではカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴでもないことになってるぜ。こいつ。どうすればいいのか全くわからない。あなたに追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすればいいのか。強烈さのやり方ってなんだっけ。なんじゃわれ、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。うわー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖えよ。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことか。俺はな、リーダーバトルになるケースで藤原にあえて課題を投げかけるように信じる。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。薄々は感じてましたし、ね、だけど今回はちょっとやりすぎた感じ。相手があるのかもしれない。全てを予定通りにコントロールが高すぎるハードルで藤原の前に出てしまった。レールと車輪との接触面との摩擦の割合、ミューが低ければ低いほどブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておく。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわー、やべー、すげえな。見てあげてやっぱらしでクリアかよ。ほうほー。2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上の距離だ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な状況が存在。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことはみんなで一度もなかったの。やめてくれ、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちは普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかった。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。リスクを犯してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってそんなに速い車なのかよ。あの無鉄の2000がプロジェクト G のダウンフルエースがついていけないのか。スイスイ行きやがって、だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやる。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。
対に追いついてみせるぞ。なんなんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ。なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの通過したってさ、40〜50メートルも通過してるぜ。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半は勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションではありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる。2000のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターバキを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。滑られてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない。これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ。逆ドリフト。その通り。カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分がこんな速い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。肌でさえ醜い夜の雨に加えて俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をもろともしない藤原のフィッシュは東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していても頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことになる。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアーク限界スピードを瞬時に見極め目印のないレールにくるんでおります。全てはイメージなんだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。いっけっ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。何が何だかわかんねえけど、すげえラッキー。けど今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くる。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。無事でもここで抜かれるわけにはいかねえ。
ダメだ、マジやだ。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる暇ない。わかんねえな、行くしかない。来たよ、池谷先輩。俺、消えた。あなた、店にはいなくなった。バカな、ありえねえ。二言間川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。一体どこに消えたってんだ。まさか、そんなことだ。伝承灯を消し闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてきた。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの駆け引き、こっちの方が俺には合った。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。はい、やっぱ相手が見えないのはあっちも同じだ。負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないも、こっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける近く間でやられただけだ。ブラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなく勝っていた。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえもんはわかんねえんだ。どっちが早いとか、そんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2戦には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何かに根本的に違う。初めに言っただろ、発想の転換だって。ドライバーの仕事は
車の潜在能力を引き出して走ってやることだろう。突き詰めていけばその一言につける。早く走るという目的の上で相手の車よりも勝っているポイントが一つでもあれば、その一つを武器に徹底して攻めるのみだ。今日一のやり方を思い出すと言ったのは、技術的なことだけじゃなく、そういう心理面を含めて二重の意味があった。今日のバトルは中盤までで勝負の大半は決まっていた。引き離されずによく食いついたな。よくやったぞ。よかったな。俺褒められたんすかね。俺本当言うと、いまいち納得できてないんすよね。凌介さんのアドバイスの意味が最後まで分かんなくて、考えてるうちに後がなくなって、反射的にブラインドアタックを使ったんで、本当にあんな抜き方でよかったのかなって。よかったんだよ。それで凌介さんの言いたいことは、要するにそういうことだからな。お前個人のバトルだったらどんな選択しようが自由だけど、今は D の看板背負って走ってることを忘れないでくれるな。いたいた、おい匠。いやビビったよ。まさかライトを全部消して突っ込んでくるとは思わなくてさ、危うく俺マグロになるところだったよ。許してやるけどさ、ホームの端で突っ立ってるお前も悪いよ。およ